オールスターサッカー、 J ベガ、 J アルタイル、ファン投票、そして監督推薦によって選ばれました15人ずつ、合計30人たちの選手たちが、さあこの夏の夜空を彩ろうということで長いスタジアムに集合いたします。ご覧のようにJベガ、もう一度メンバーご覧いただいております。そしてリザーブはこの4人です。さすがにオールスターという感じ。そして監督はマリノスの早野宏監督、コーチはベンゲルです。シート同時に岡山君のね、スルーパスの良さがね、本当にすごかったですね、けどもね、思ったよりね、攻めがこう簡単にできているっていうね、しっかりしてるバックラインだなと思ったんですけど、本当に翻弄されてますね、さあストイコビッチのこのゴールで1点を先制しました。 J ベガ逆に、これ意識しながらプレーが積極的になるんですよね、これね、いつもだと勝負しないようなところを勝負してしまったり、こういう積極的なプレーみたいですよね、さあアルタイルの今リザーブを見ていただいております。まあ地元のね、選手、まあ、本並も大阪ですからね、さらには森島と、いつ出てくるのか、この辺も注目であります。早く出さないと怒るでしょう。そうでしょうね、まあ、そのアルタイルのね、今レオン監督が出てまいりました。がかなり厳しくマークしろって言ってるんです。思いますよ。容赦しませんねレオン、けどもやっぱりそれぐらい厳しくやっても、まだそれを超えて見せられるレオナルドがすごいなっていう感じがしますね。競技場のコケラ落としです。そこで行われています、オールスターなんですが、 J ベガ、 J アルタイルと、昨年の総合順位奇数チームが J ベガ、そして偶数チームが J アルタイル、チェックするようにと、それと中盤がちょっと下がりすぎなんで押し上げをちゃんとするようにということですね、なるほど、入らなければいけませんので、どういったコンディションが取られているんでしょう。これはちょっとロングキック方向が悪すぎました。いやなかなかないじゃないですか、各ベンチに、そうですよ ね素晴らしい監督が2人ずつ座るんだっていうね、そうなんですよね、そういうの。あ、アルタイルの方はまだ残っている選手がいるんですが、さあチャンスか、チャンスか、やった、すごいすごいすごい、ホームスター、藤田、藤田、藤田です。 J アルタイル追いついた。後半17分、1対1、猛烈、いいトラップだった。試合は振り出しに戻りました。オールスターにふさわしい得点ですね、本当に迫力ありましたね。武田から安利、そして藤田というラインです。いいね、これはもうセルジオさん、代表復活へのいいアピールですよね。いやもう本当素晴らしかった今は、素晴らしい、さあ 96J リーグコダックオールスターサッカー、ご覧のこの藤田のゴールでアルタイルが1点を取りました。これで1対1、試合は振り出しです。どっちがシュート入った、なんとピクシー2点目、ピクシー2点目です。これでまたベガリード。いやー、せっかく追いついたアルタイルなんですが、すぐに2点目奪ったのはこの男です。昨年の J リーグ MVP、またの間、ね、せっかく頑張って今話を聞いていたアルタイル武田選手なんですけれども、ほら厳しくなってしまいました。じゃあ木梨さん、川崎さん、続けてお願いします。はい、武田選手、ね、フォワードとバックはどっちが？フォワードですね。フォワードね、はい、もうフォワード復帰してやっぱりずっとフォワードやって全日本どうなんですか？OK みたいですね。あ、そうですか、さあそしてこの間にフリーキックは左足のスペシャリスト京都のカルロス、来た、すごい、これはすごい、すごいシュートですね、これは印象的です、京都パープルサンガからただ一人選ばれましたこのカルロス。
元々左足のシュート定評があるんですが、しかし我々らは見えたんですよ、下川は見えてないと思います。すごいな、すごいですね。今やっぱカルロスっていう名前のフリーキックは強いんですかね。ロベルト・カルロスにしろ、カルロスにしろ、すごい。いやー、びっくりしました。いやー、ケイちゃん盛り上がってきたね。すごいね。ええね、感じやで、ええ感じやで、ね、盛り上がるということなんですが、さあ、アルタイル、あと吸い込めの、あと5分だ、あと5分ですね、今気をつけろ、あと5分だっていうね、すごい。そしてここの競技場が2002年ワールドカップの舞台にもなるであろうということが言われておりますんでね、そういう意味ではもうワールドカップクラスの選手もたくさん今日出場しております。さあ一旦大きく戻す体勢を立て直す。おー、レオフォンがまた勝ちに来てます。本気です。ドラマやったら、まず背番号10番、昨年の得点王も PK ならこの人という福田が蹴ります。さあ、そしてゴールキーパーは日本代表のマウスを守ります、下川健一、ジェグユナイテッド市原。ゲットゴールが入れてますよね。すごい。そうです、長いでゲットゴール。福田スタート、印象深いですね、これね。なんということでしょう。やっちゃったな、やっちゃったな。どうしたの。いや、完全に逆はついてたんですが、全然枠じゃなかった。はい、違います。どうされると分かんないんですよね。さあ、これが最後の日本でのシュート、きた。レオナルド決めました。しかし、その顔に笑みはありません。真剣ですよ、はい、勝ち狙ってるから。いや、本並選手もここでね、一つ止めたいでしょう。そうですね。おー、入った。読んでたんですけどね、今下川が、ね、下川触った。藤田にもようやくここで笑みがこぼれます。さすがに日本代表キーパーです。セーブを見せるか。一方蹴るのは井原、決めた。いや、今はいいキックでしたね。はい、蹴るな。今頃ジルマールも、俺も後半が良かったなとか言ってんでしょうかね。そうですね、そうですね。ジルマールの PK ってのも見てみたかったですね。あ、カルドスが行きましたね。やってくれました。ここでも決めて、いや、すごい、すごい、ものすごいスピードのシュートでした。カルロス、エドゥと同じぐらいのキック力ですね。すごいな。あのかつて横浜フリューゲルスにいましたブラジル、はい、元ブラジル代表のね、あのエドゥ、やはりあの人も左足でした。いや、中さあ、サード森も4年連続出場を果たしました。今年のオールスター、落ち着いて決めた。さあ、ここまでのところ3人ずつが蹴って、ベガは3人成功、そしてアルタイルは最初の福田が失敗ということで3対2。津波さん、はい、ヤッサン出てきましたよ。来たね、ヤッサン。ここさあ、三浦ヤストシ、ゴールです。あー、今やっちゃった。外した。ヤッサンやっちゃったよ。さあ、今年の優勝ということになります。さあ、トーレス、盛り上げるね。いいね、本並、本並止めた。本並はいいよ。一人ミラノコレクションのような男。まあ、ゴーシュでしょうね。そうか。さあ、一方これ下川が止めれば、それでもベガの勝ちが決まります。どうだ、入った。大事な場面で世界的プレイヤーがダフったりトップするってことはないと思いますけども。いや、でもワールドカップでイタリアでね、バッジョとか外してますから。ましたね。さあ、しかし、さあ、運命の決まんのか。一本、ストイコビッチスタート。来た。決めました、ストイコビッチ。そして。
して、この瞬間